福岡ソフトバンクホークス対福岡、そして打席には筒香が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。初球打ち、センターに上がった。この打球はフライになっています。ホークス、バッターボックス山田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。フォアボールのランナーが出ています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球、タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトからランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー一塁、見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。バッターボックスは8番内川、まあ、ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。初球打った、フェンスダイレクト、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン。ホークス追加点を挙げました。14対2になりました。なおも三塁一塁のチャンス。ソフトバンク打ちに打ちました。